この間の森田くんとのバトル以来、たくさんの生徒が再度、もちろん生徒会に目をつけられたら大変だから秘密でって感じだけど、少しずつ状況は良くなっている。そう考えて良さそうですね。私のクラスでもサイドゼロを応援する人がいます。そうなの？それじゃ、いえ、私はガンプラを作る以外協力。ダメよ、自分で可能性を狭めちゃ。そうだ、いえ、それは先輩に。マリカちゃん？え、何か緊急の連絡？はい、すみません。そうなの？部室のこと。はい、お願いします。そうね、何か妙に慌てているというか、なんだか動揺し、それだけ緊急の用事なんでしょうか。そういえば目の下、もしかして何かトラップだとしたら力になってあげたいですが、私たちに話さないということは口を出すのは目でも、話したくても話せない事情があるのかもしれないし。構いませんが。それじゃあ決まり？君も準備しておいて。また急用が。わかった、気をつ、はい。行きましたね。それじゃ見失わないうちに追いかけよう。君も。あの部屋に入っていきましたね。ここは第02ガンプラ部。静かに、足音を立てないように。最新のガンプラ加工設備が整っていますね。正直羨ま…待って、話し声が聞こえるわ。もうこんなことは。こんなこととは？私、あれはゴールデンコスモスリーダーの榊君。生徒会参加のチームですね。でもどうして。私はただサイドゼロのデータをもとに彼らの戦術に完全対。そんなことって。なぜ今まで君はそうしてきたじゃないか。君が作り、私たち、あの第08物質が未だに君の元にあるのは私の手回しのおかげだ。それは。ああ、それともお友達を裏切るのはさ。ではどうだい、いっそ私のチームに入るのは。これなら裏切りではない。何せそもそも敵だ。できません。そうか、残念だ。少しでも私が気づいていないとでも思ったかい。出て。バレ。まあさすがに部室に入りました。みんな、いや、マリカちゃんが。いや、美しい友情だ。すばだが、分かっているかな。彼女はこれまで君たちに協力する陰で、そんな彼女を君たちはまだ仲間と言い張るのかい。うるさい。資金も設備も私が提供してるんだ。え、マリカちゃんは私たちの大切な仲間よ。そん、いいだろう。投資した資金の差こそがそのまま戦力の決定的な違い。タイミング。第ゼロリガンプラブ部室の前を通りかかった私、これはもう実況するしかありません。片や生徒会派、片や反体制派の両チーム、そんな注目の一戦。それではガンプラバトルレディー。ゴールデンコスモス榊シモン出る。放送部部長百の凛子、本日も全力で命がけてバトル実況をさせていただきます。ガンプラバトルレディーゴー。
返してやろう。プレイヤー1、撃破されました。プレイヤー6、撃破されました。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードで行きましょう。いいパーツを落としてくれ。ポイントです。なんだと。
安っぽいパーツの寄せ集めが全て破壊してやろう。プレイヤー3撃破されました。プレイヤー1撃破されました。チープなガンプラに私のリッチなガンプラ。あなたの目は不思議なね、坂木くん。何？私たちのガンプラはサイドゼロのみんなです。それをチープだなんて、お金はあっても見る目が。坂木先輩は何を言う。嫌っていたらバトルなど。そもそもだったらもう少しだけでいいです。そのガンプラならもっと有効な戦術があります。そもそもチーム専用にデザインしたのですから、運用の仕方。そうか、すまない。あのさ、マリカちゃんって時々
妙に饒舌に。それだけ自分の作ったガンプラを愛して。そうなんだ。わかりましたか、榊。そうか、そうだったら。ガンプラは自分で作らなければ、愛を注がなければ。桜井君、今更だが、どうか私に。でもいいんじゃないかな。ガンプラを心から愛してくれる人が増えるのは。それじゃあ時々。ああ頼む。あ、できればそのみんなも一緒に。そうね、みんなで顔を突き合わせて作るの。はい。